市畑電車7000系電車は、市畑電車が2016年より導入している、両運転台構造の直流系電車である。市畑電車では老朽化した、既存車両の更新として、東急1000系電車の中古車を導入する方針だった。しかし他社からも引き合いが多く、必要数を確保できないことが判明した。このため、不足分は既存車の延命のほか、 車両の心臓で補うこととなり、開発に着手した。一両編成で運行可能な、デファニ5 0系以来実に86年ぶりとなる自社、発注車による心臓車両、また9 0系以来となる20メートル級車両である。製造には、ノックダウン方式が取られ、構えからだと台車の製作は、近畿車両に、 偽装以降を西日本旅客鉄道の関連会社 JR 西日本テクノスの子会社である後藤工業に発注した。一両あたりの心臓費用は2億1000万円で費用の全額を国と沿線自治体が負担した。JR の既存形式の車体と走行機器を組み合わせる設計を採用することでコストを削減している。2016年度び2017年度に 各2両、合計4両を新造した。なお当初は2015年度に1両、2016年度に2両、2017年度に1両を導入する予定であった。車体は JR 四国7000系電車をベースとした軽量ステンレス構造である。なお製造に際し JR 四国より設計情報の無償提供を受けている。2016年秋に 車体外装のラッピングデザインを公募で選定し、各車両に、出雲大社、新宿、故、棚田、三部山をイメージしたデザインが採用されている。側扉には、半自動ドアボタンが設置されており、始発駅並びに途中駅での長時間停車時には、側扉の半自動扱いを行う。車内は、ハゼ山製の空気触媒、セルフィールによる、抗菌、消臭、 抗ウイルス処理が施行されている。座席配置は JR 四国7000軽電車と同様ロングシートとクロスシートの天体小配置となっており、車体の大型化と相まって座席定員は64人と在来車より大幅に増加している。中間に扉の準備工事をされている。車内案内表示器は日本語と英語の2、過酷語対応となり、車内照明は トゥーライト製の直感型 LED が採用されている。ドアチャイムは都営地下鉄と同様のものが使用されている。また、ドコモのモペラ回線を利用した無料公衆無線 LAN サービスを提供している。2018年3月より全車両に車内装飾が行われ、それぞれ外装に合わせたデザインの装飾と島根っこオブジェを配置している。 基本的に JR 西日本225系電車と同一のものを装備しており、市場宅地寄りに電動台車、反対側に付随台車を配置する 0.5M システムが採用されている。設計最高速度も同車と同じ時速 130km を確保した。主回路の制御装置と補助電源の制御装置は車両制御装置として一体化されており、 この装置は東芝が製造している。主回ロ部は、イベット素子による2レベル、電圧型 PWM インバータ1機で2機の電動機を制御する、1C2M 構成の VVVF インバータを搭載し、速度センサレスベクトル制御に対応する。補助電源部もイベット素子を用いた2レベル、電圧型 PWM インバータを用いており、CVC 回制御することで参照。 交流 440V、60Hz を出力し、定格容量7 5を得る。主電動機は、1時間定格出力 270kW、1100V の自己通風式カゴ形参照。誘導電動機を1両あたり2機搭載する。回転数は、定格 2955RPM とされた。パンタグラフは、シングルアーム式のものを、松江新事故温泉。 電鉄出雲市側に一機搭載する。電動空気圧縮機は、ナブテスコ製のレシプロ式空気圧縮機を搭載する。第1号車のデファ7001は2016年12月11日に出発式を行い、翌12日より営業運転を開始した。残る3両も2017年中に順次導入される。2017年4月現在、運用は固定されており、 2017年10月14日には、手羽7003が運行開始した。また、2018年3月4日には、手羽7004も運行を開始し、計画していた4両の導入が完了した。平日は主に1両編成で、全線の普通列車運用についている。休日は2両編成で普通列車の他に、電鉄出雲市出雲台車前間の特急、出雲大車前、 松江新宿温泉の急行、出雲大社後運用にもついている。なお、2018年3月末から7月までの期間、3両編成で、平日朝の特急、スーパーライナー運用にもついていた。ありがとうございます。